オートバイの後輪走行、ウィリー走行あるいは後輪走行とは、オートバイや自転車などの乗り物で前輪を地面から浮かせた状態で走行する技術である。障害物を越える場合等に前輪を一瞬だけ持ち上げる場合は、ウィリーではなく、ノーズリフトと呼ばれる。ウィリー走行は車両による曲芸走行のうち、後輪に大きなトルクをかけたり体重を移動したりといった方法で前輪を、 地面から浮き上がらせる車両操作である。通常は自転車やオートバイでの技術として見ることができるが、不可否的に発生するものはドラッグレースなどの自動車競技でも見ることができる。ハンドルを引き上げるようにして運転者の体重を後方へ移動させると同時に、ペダルにかける力を強めて後輪にトルクをかける方法が一般的である。その際、地面の突起を乗り越えるタイミングも合わせて、 前輪に加わる地面からの反発力を利用する場合もある。前輪にサスペンションがある自転車の場合は、一旦前輪に体重をかけて、サスペンションを縮め、伸びる際の反動を利用する場合もある。前輪が浮いた後も回転を続けさせることで、ジャイロ効果が得られ、バランスを取りやすいだけでなく、ハンドル操作で進行方向をある程度は制御することができる。 ペダルによるトルクを利用せずに、体重移動だけで前輪を浮かせる技術もあり、コースターウィリーあるいはマニュアルウィリー、マニュアルアップ、マニュアルなどと呼ばれている。オートバイの極芸走行としては極めて一般的で、ある。基本的な操作は自転車と同じであるが、ペダルによるトルクの代わりに、アクセルの操作で後輪のトルクを調整する。自転車とは異なり、クラッチの断折によるトルクの急激な変動を、 利用する場合もある。あるいは乗員は体重移動をせずにアクセルの操作のみで行う方法もある。前輪が着地時にはまっすぐの状態で着地しなければ挙動が大きく乱れ危険である。スケートボードのワンフットウィリースケートボードのノーズマニュアルスケートボードでは車軸がある位置に足を乗せ替えて前輪を浮かせる技をウィリーと呼んでいたため通常の体制でのものをマニュアルの名で区別した。 これが、ストリートスタイルでの主要な技の一つとして発展する。ブレーキをかけて停止して浮かせる場合はエンドを、ブレーキで減速しながら浮かせる場合はノーズ入り、ストッピー。体重移動で浮かせたまま走る場合は、ノーズマニュアルと呼ばれる。モーターサイクル、デザインテクノロジーハンドブックバイ、ガイターのコッコ。ありがとうございます。